はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。インスペクター、ハガです。さあ、本日なんですが、最強デッキイベントの、群雄割拠イベント、環境トップと言われているデッキをね、ご紹介していきたいなというふうに思っておりまして、戦績先に見ていただきたいんですが、10連勝ぐらいしました。10連勝ぐらいしました。さすがに最強と。これどういうデッキかと言いますと、ビートルーパーですね。インスペクター、ハガデッキ、令和の。これ、ね、どういうデッキかっていうと、先行で、妨害をたくさん構えるデッキになってまして、結構後攻からね、ワンキルしてくるようなデッキ多いんですよね。LL とか、先日ご紹介しましたけども、LL とか、あと戦火とかね、そういうデッキが多い中で、このデッキはね、何が特徴、何がいい点かっていうと、先行で妨害をめちゃくちゃ用意できることですね。例えばなんですけども、メインギミックだけだと、まずローカストキング、こちらモンスター効果無効にできる、ランク3で、これ汎用なんでね、皆さんね、よかったらこの機会に作っていただきたいんですけど、持ってない方は。これめっちゃ強いんで、はい、こちらの汎用で無限保養みたいなことできるんですけど、こいつとか、それから、テーマ内のトラップカード、これサーチできるんですけど、ビートルーパー、フロートスイング、モンスター効果を、無効にして、発動無効にして破壊できるカウンタートラップです。これスペルスピード速すぎてね、これチェーンできませんからね、基本的に。これ最強です。で、それからまあニードル、これモンスター効果を無効にできる、モンスターですね。これとか、あとスケールボム。これ、モンスター効果発動すると、根治速リリースして、その発動したモンスター破壊するという効果があるんですけど、この辺が妨害になっていて、これがめっちゃ一緒なんですよ。で、スティンギランス。で、増殖する G とか打たれても、まあ、一応回避することもできたり、相手のモンスターを除外できたりするんで、墓地のね。この辺が、ね、とても優秀で、結構ね、マジでね、頑張って、たらね、全然マスターランクとかまで到達できるレベルのねパワー持ってるんですよ、このデッキって。ビートルーパーってそれがほぼ無規制で使えるんで、イベントは最適かなと。で、先行制圧できるんで、まあうっとしい高校系のデッキも意外と、まあ、止まってくれるレベルです。ちょっと全部っ破が若干きついぐらいかな。ただ全部っ破系のカード、ブラックホールとかサンダーボルトとか打たれてもインペンシブルアトラスクの耐性が硬すぎて、効果が出しないで効果が出されないっていう効果があるんで、これでね、意外となんとかなったりするんでね。なんで、まあこれ絶対出るんですよ、基本的には。なんでこれは、まあ結構強いので、まあ出していただきたいと思ってますね。で、展開はね、マジでね、特殊召喚できる昆虫族いっぱい入れて、前に出してい、いけばいけます。なんか前にいっぱい並べればいけます、大体。例えば、まあバギー。これ1枚が2枚になるカードだったりとか、あとニードルも1枚が2枚になるカード。それから、これがいっちゃ強いですね、クローラー相馬。フィールドの昆虫族、フィールドの表か少女のモンスターだったんでもいいのか。なんかを、裏にして手札から特殊召喚しながらレベル下げて、2体モンスターを製造するっていう、まあ、この1枚が3枚になるという、まあ、爆発的アドバンテージを稼ぐカードなんですけども、まあ、これが最強。これがない方は、まあ、ちょっと他の、適当なその特殊召喚系のモンスターを埋めてもらうしかないかなって感じですね。スケールボム増やすとかね。まあ、それから、なんだっけ、この、ガードマンティス増やすとか、まあ、そういう B フォース増やすとか、まあ、そういう感じで対応していただければいいのかなというふうに思ってます。余裕がある方はぜひね、この最強カードを、作ってください。これマジで強いんで、これ。で、ちなみに昆虫族以外でもこれ使えるんでね。はい。シャドールとかでも使えますか、これ。めっちゃ強いです。で、展開はちょっとリプレイを、今回載せておこうと思うので、まあ、よかったらそちら参考にしていただければなと思いますんで、はい、イベント周回はこれ使ったらめっちゃ楽です。めっちゃ強いからです。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。まずはですね、先行展開からちょっと解説していこうかなと思うんですが、とりあえずですね、先行展開は何したらいいかって話なんですが、とりあえず前にいっぱい昆虫族を並べてください。ありえない展開力を使ってこうやって前にバンバン昆虫族を並べてください。で、ピコパレーナで強心中、このレザー水石とってやつですね、これを装備して、で、強心中を墓地に送るっていう、まあ、動き、これを狙っていきます、基本的には。はい。で、なんかリンクを、してインビンシブル出して、でレズナンスインセクト効果で、まあ、ここはまあ墓地の状況とか手札の状況によるんですけど、この後にこの、アームドフォームを除外して出していくので、まあ、除外したやつ戻して出せるようにマイティネプチューン持ってきました。これ結構なんか何でもいいですね、ここは。で、出せれば、上級出せれば。で、スティンギー出して、でスティンギーが特殊召喚に成功した時にそのビートルーパー魔法トラップ持ってこれるんですけど、まあ、これがですね、ビートルーパーの最強カウンタートラップになってまして、ビートルーパーが存在している場合、相手がモンスターの効果を発動したときにそれを無効にして破壊するよっていう効果がありまして、で、
ビートルーパーってインビンシブルアトラスが破壊耐性持ってるんで、こいつがバモチめっちゃいいんですね。なんかサンダーボルトとかブラックホールとか食らってもこいつ生き残るんで、だから絶対これ打てるんですよ。これがねめっちゃ強いです。はい、でこれ持っていきましょうというところで、でアームドホーンを特殊召喚墓地から3体ね、昆虫とかちょっと出てこれよっていう。だからまあ実質こいつがリンク4分になるんだよね。あの盤面で1回使ってからもう1回蘇ってくるから、でこいつめっちゃ強い。でしかもなんか手札から昆虫族1体召喚できるっていう効果もあるんで、これめちゃくちゃ強いです。はい、で3体除外したんでネプチューンのコストも止まるみたいな感じ。はい、でこれフィールド魔法ちょっとあったんで、フィールド魔法で、バギーを特殊召喚しました。これね、今のこの強心中の除外された時の効果でバギー初手に使ってなければ、バギーを墓地に落としてからこのフォーメーションでバギー蘇生すると今と同じような感じの動きができますね。今ちょっと最初の初手の展開でバギー使っちゃってるんでできなかったですけど、はい、でローカストキングを出していく。これもねなんか無限抱擁みたいな効果持ってるんで、はい、で、2体で、セラピンパピオン出して、でパピオンがフリーチェーンで昆虫族蘇生ですね。はい、レベル4以下ので、ネプチューンがエンドフェーズになんか昆虫族の打点を1000アップするっていう脳筋効果持ってまして、でまあセラフィムかなんかの打点を上げておくって。でこれで今どういう妨害があるかっていうとですね、セラフィムでさっき墓地落としておいたニードルを特殊召喚して、ニードルが昆虫族リリースすると相手のモンスターの効果無効にするよっていう効果で一妨害ですね。これがで、このカウントトラップでモンスター効果無効破壊で一妨害で、地獄セミをローカストキング君が、まあ、無限保養みたいな効果を持ってるんで一妨害で、これ実は手札のスティングランス結構強くて、これ自分相手のメインフェーズに自分の墓地の昆虫族と相手の墓地のモンスターなんかいれば、それを、デッキに戻しながら特殊召喚できるよっていう効果があるんですよ。なんで、まあ、これで一応 DD クローみたいな使いができるんで、これが一妨害という感じなんで、まあ、一応この盤面でも4妨害ありますね。でそして破壊耐性があると、さすがに強いという感じ。はい、この盤面打点揃ってるからなかなか抜けないからねこれね。はい、でちなみにLL が流行ってて LL1 キル飛んでくる場合はモスキートとか採用すると結構止まってくれますね。でなんか戦火点、高校戦火でした。高校も戦火めっちゃ強いんですよね。展開通るとこれ結構ワンキルされちゃうような普通のデッキだったらね盤面なんですけど、こんだけ打点揃ってるとさすがにワンキル難しいと思います。戦火でもいくら戦火といえど、戦火高校ワンキル得意なんですけど、ね、しかもなんか妨害がめっちゃ剥がれるからねこれ。はい、でモンスター効果今2回無効しといきまして、で2体でソウルに出てきたんでうっせつ黙れっつってカウントトラップ打つ。カウントトラップなんでねこれチェーンできないんですよね。チェーンスピード的にね。はい、なんでこれ吹き飛ばされて、で相手なんもできずに自爆速攻。はい、さすがに最強。まあ、展開通ってでもねこんだけ技で並んでると多分結構ね戦火もワンキルきついと思うけどね。でこっちは盤面揃ってるんで、まあ普通に投げれば勝ちなんですけど、一応なんか手札誘発とかあるかもしれないんで一応展開して、はい、でこれで、まあ、全員でぶん投げると。強くね、マジでこのイベント、ビートルーパー不況イベントでしかないわ。なんかこのデッキだけパワーえぐいもんこのデッキだけいかれてるっていうことだけ言っておきましょう。スケールモンス採用した場合のね、まあ、しなくても別に勝てんだけど、した場合の出し方をちょっと、ご説明していきたいなと思います。シャドル、スケールモンスっていうのはね、エルシャドルミドラシですよ、昆虫版ので。アームの方で召喚権増やして出したいよっていう効果に無限保養を打たれたんですけど、はい、展開力やばすぎて無限保養1枚程度であれば貫通できます。いきましょう。まあ、多分クローラー相馬くんがんの効果が一番やばいんだよね。これ止めた方がいいかな、無限包容。まあ、これも握ってられてたら出てくるんだけど。でピッコファレーナで、強心中装備して、まあ、この時はいつもの通りですね。はい、で、3枚戻してカード1枚ドローもできちゃう。でさらに、スティンギーランスで相手の墓地除外みたいなのも飛ばせる。でインビンシブルで、ここね、スカウトバギー特殊召喚しました。スティンギーランスで特殊召喚すると、まあ、魔法トラップ持ってこれるんですけども、スケールモンスを出す場合はスカウトバギーで、ローカストキング、セミ、地獄セミをあれ出すんでこいつ爆弾させます。で、3枚除外して、アームドホーンを呼び戻します。で、強心中効果でなんかオールから埋葬してスケールモンスをここで送っておくと。で墓地から蘇生しますね。こいつのね表示形式変更された時の効果で自分の手札か墓地から昆虫とか出せるっていう効果がありましてね、これを使っていきます。はい、で、まあ、パピオン蝶々出して、で蝶々でカウンター乗せて、でネプチューンと
でネプチューン効果で、対象にとって打点線上げるっていう効果に、これを対象に無効にしていくと。でこれ無効にすることによってこいつ自身を守備表示にし、で守備表示になった時の効果でスケールモーサー釣り上げると、はい、こんな感じです、こうすると一応、ね、トラップカードは構えられないんですけど、あのフロートスティングっていう、パピオンで、まあ、さっき送っておいた、ニードルとか、蘇生しながら今盤面にはスケールモースがいるんですよ。でスケールモースってのが、お互いに1ターンに1度しか特殊者ができないっていうのが本当エルシャドルミドラーシュの効果を持っていまして、この、モンスター出しておけば、まあ、展開系のデッキは止まってくれると。まあ、ちょっと全部パケのデッキとかは無理だけどね、あのブラックホールとかさ、サンダーボルトみたいなカード入ってるデッキはちょっと無理なんだけど、それ以外であればこいつは完封できるって感じですね。はい、雑にね、高校まくりカード飛んでくるからね、この環境。これが強いかと言われると、なんかそんなに強くないことはあるかもしれないんだけど、で、これ、ベアルクティーとか、ベアルクティーも強いらしいね。ちょっと、触ってないんで、このイベントで分かんないですけど、まあ、一回使った時は救済デッキの感があったけど、このベアルクティーラディエーションとかいうカード、ガチでやばすぎ。まあ、ただ、あの1ターンに1度しか特殊ができないんで、こいつが出てきて終わりと。はい、お疲れ様でーすって。これが出てきて終わるので、まあ、別にどうでもなると。いう感じですね。で羽雑に羽暴挙打って、であとはなんか適当に盤面に打点並べて殴ればいいだけみたいな感じですね。はい、で一応あの魔法トラップが怖かったら、この、スティンギーランスの効果で、こっちじゃなくてあの後ろ破壊する方のカードがあるんですけど、あっち持ってくるって感じですね。ディセントですかな。はい、で相手は、ベアルクティ、これフリーチェーンでね、特殊召喚できて、でこいつが確か月の書効果を持ってるんですよね。はい、まあ、それは普通に地獄セミ用ローカストキング君が強すぎて無効と。はい、ローカストキング君強すぎ、ワルタいかれてるこれで。はい、でなんか適当に、モンスターでぶん殴ってたら大体8000は取れるという感じですね。まあ特殊召喚系の、まあ、デッキが、増えてき、てるなと思ったらスケールも採用してみてはいかがでしょうか。はい、今度は高校の展開なんですが、まあ、高校はね増殖するジートが引いて、まあ、ぶん投げていくのが基本なんですけども、こういうデッキもあるわけですよ。はい、こういうね、ワンフーピートみたいなデッキもある程度いるので、まあ、こういうデッキは分からしていくと、まあ、ライトニングストームあたりがね結構効くんで、ライトニングストームはまあ3積みでもいいかなっていうレベルですね。学びが多いんで、まあ、ちょっと今無限保養2のライトニングストーム2とかにしてますけど、まあ、この辺はちょっとお好みで調整していただければなと思います。はい、でまあ、とりあえず、僕はライトニングストームぶちかまします。でライトニングストーム当たり前に神戦打たれました、無効されました、すいませんでしたって言って、でワンフーは攻撃力が1400以下のモンスターが出てくるとなんか破壊するよっていう効果があるんですけど、これマジでねありがたいんですよね。強心中1枚破壊してるけどマジでありがたくて、で、破壊されたんでベアグラム持ってきます。あ、上級のね昆虫でもサーチできるんですけど、これフィードガー包丁がやると。はい、でベアグラム君は攻撃力1400以上なんでね、いや、以上ってか超なんでね、3400あるんで、バカみたいな盾にしてる で爆弾させて、で強心中が除外されるとゴキポール墓地送れて、でゴキポールが墓地送られると、カマキラ持ってこれて、カマキラ特殊召喚するとこいつ破壊できる。であとはクロラスソボで展開伸ばしていくだけっていう。はい、まあ高校もそこそこ強いベアグラム最強。